こんにちは、ナムレスパープルプリやっていきます。今回はループガチャ闘争学園強化記念ですね、行きたいと思います。ということで、ついに闘争学園の強化実装されましたね。で、ガチャ期間もめちゃくちゃ長いので、まあこの二人が今回は人権になりそうだなって感じですね。で、まず SR 確率アップしていて、キシン・キリル・フォスターとケヒャール出現率アップしています。二人とも23.25% ですね。で、 PR 確定 SR2 枚、バナーキャラ1枚、バナーキャラのみ出現、バナーキャラ SR1 枚、SR 選択権で、バナーキャラ PSR1 枚ということで、ここは2分1になってしまうので、まあどういう手持ちでいるか、まあ何を目指しているかで欲しいキャラ変わってくるかなって感じです。僕はキリルをなんとか50に持っていきたいので、まあキリルの PSR 当たったらいいかななんていう風に思ってます。で、キリル不屈、そしてエースの風格、今後切磋琢磨が取れるようになってます。で、筋力ボーナスと精神っていう形に振り分けられているみたいなので、基礎ボーナスが相当強そうですね。そしてケヒャール、コントロールと肩っていう感じです。マインドブレーカー変幻自在が取れるので、まあ、他の高校でも大活躍できそうな感じはしますね。ちょっと得意練習がねコントロールなんで、なんともそこだけって感じですけど、あとはトリックスターとオーバン狂わせが取れますよという感じになってます。では行きましょう。たまには大勝利お願いします。まずはピンクまあ知ってたわ。まあ根物引きはこんなもんですからね。はい、ということでキリルですね。キリルの方はある程度まあ持っているので母体がね、なので、どっちかっていうと、ケヒャールが出ると嬉しいって言おうとしたら、キリルばっかり出る。ああ、OKOKOK、PR。ありがたいですね。45、一周でできたら嬉しいけどな。めちゃくちゃケヒャールに偏って最後キリル。そんな感じが理想です。行きましょう。お願いします。ここは SR2 枚出るんで、まあ、てか PSR 出てくんねえかな、たまには。ふわっと出てくんないかな。おキリルでしたね。KR の方が嬉しかったですけど、まあまあ、いいでしょう。精神ボーナス10の筋力8で、固有も筋力になってるんで、まあ、相当強そうな感じですね。スペシャルタックも80プラス固有と、あとはね、初期評価がね、めちゃくちゃ高くなったので、そこはキリルめちゃくちゃ強くなったなって感じはありますね。あとは SR、まあ、変換剣も、ちょっとキリルばっかり出るんだけど、勘弁して。はい。バナキャラ1枚出ます。いきましょう。他の前、これは他の前、他の前キランして、キラン、おお、戦闘頼む、戦闘来い、戦闘来い、戦闘だけでいい、戦闘だけでいい、戦闘だけでいい。はい、お、来た、どっちか、よー、なるほど。ちょっとキリルで安心したかった感はありますが、ケヒャール出ましたね。はい、めちゃくちゃありがてえ。練習効果30、スペシャルタック 90%、 得意練習率アップ 30%。 ああ、このテーブルね、強いですね。はい、まあ強いテーブルです。はい、わ、これめっちゃ嬉しい。久しぶりになんか抜けたわ、こういうの。あとキリル出ればって感じですね。というかキリルが出ないと安心できない。お願いします。42とかいらんからね。はい、次が、バナーキャラのみです。もう一回おかわりしてもいいんじゃない。虹、ああないかー。赤いの。おー、出る。複数。ああ、まあ、いいでしょう。普通に出てくれただけ。あ、まあ、ケヒャールでいいんだよな。キリルは多分足りてるんだよな。はい、ということでケヒャール出ました。初 SR って感じですね。わー、マジで7回目次第だな。はい。バナーキャラ、1枚。もう1回おかわりしよう。もうワンチャンおかわりしたい。お願いします。はい、ということでキリルでした。わー、ケヒャール作れねえな、これ全然。ケヒャールは全然作れなさそう感はありますね。はい、まあいいでしょう。次、SR 選択権ですね。お願いします。結構キリル寄りだね。おお、ありがてえ。普通に出ました。うん、1枚。まあいいでしょう。ここはね、別に確定でもないんで、出てくれただけありがたい。あ、すごいな。キリルめちゃくちゃ出るんだけど。
そんな出る？すごいね。はい。はい。まあ、ピックアップ率はね、かなり上吹いている感じはしますね。お願いします。他の舞。ここはマジ他の舞。ここ相当重要っすね。お願いします。はぁ、そっちじゃねえ。そっちじゃねえんだわ。うわぁ、キリルめちゃ出たな。逆でよかったわ、完全に。はい、ということでね。残念ながら、おぼくそ真逆いったので、ちょっと、キリルの解放をやってみて、って感じですかね。ていうか僕は、あれ持ってないのか。あ、持ってるか。4枚持ってるな。なんとかいけるかもしれねえな。4枚持ってたら。4枚もいたらいけるんじゃないか。ちょっとキリル、挑戦してみましょうか。キリルね。キリルフォスターの SR いないんだが。マジ？え？キリルの SR いないの？そんなバカなことないでしょ。キリルの SR ぐらいいるでしょ。あ、ここにいっぱいいますね。はい。なので、ちょっと整理して一回戻ってこようかなと思ってます。少しお待ちください。はい、ということで、戻ってまいりました。で、結果、キリルは、まあ、それなりにはいますが、SR プラゴを2枚作るのは、50にするためにもどうかなって感じになってます。なので、30% で2回ぐらい勝負して、ダメだったらもう1個作るかなって感じでいいのかなって思ってます。なので、まず1人作りましょう。はい。これでいいでしょ。まあ、なんか、2個ケチっとく。とりあえずケチっとく。これで4行くかもしんないからね。4行かなかったら、普通にそれで突っ込めばいいからね。2、3、おー、マジでやばいな。だいぶ弱いぞ。マジで、やばいな。僕、この前にシュバリエを解放したんですけど、プラス5が、6枚0だったんですよね。いったー、ナイス。これでいって。で、なので、いってくれたんで、これで、帳尻合わせまして、チャレンジしていきましょう。30% 通してくんないかなー。博士さん。これでさ、これでいってくんないっすか？これでいってくんないっすか？お願いします。1枚で。30%。行ってくんないっすか？ふっ！お？おお、マジで？それなら全然ありがてえわ。ということで、行きました。やったかやったな。っていう話と、これで一応キリル50目指せる感じだと思うので、まずはプラゴを作りますか。よかった。今のマジででかかったな。もう無理だったので、普通に。普通に無理だったんですよね。キリルの在庫的に。もう元のバージョンも混ぜないといけないですし、なんかそんな感じに今なっているので。で、キリル、はい、こっち側を期待できます。で、プラゴ、まあ、普通に PR 混ぜやっていいか。まあ、期待値的には別に全部放り投げてもいい感じしますけど、放り投げるか。放り投げでいきます。放り投げでいきます。もう R とかもないしね。放り投げでいいでしょ。これで3ぐらいいってくれませんか？なんかの間違いで。はい。お願いします。1、2、おお、いいね。もうすでにいい。3、おお、すでにいい。4、いやー、まあまあ、十分。十分すぎますわ。大勝利。これで、プラゴをまず作って、これで決まるかもしんないですからね。もうすでに。これですでに決まる可能性すら。ただまあ、僕が不運を重ねるととんでもないことにはなる。お願いします。お願いします。5いっちゃって、これで。3までは確定なのかな。お願いします。うっそ弱っ最低だな、これ、マジか。これはね、やばいことになりましたね。うわー、やばいことだったな、これ。とんでもないことになりました。結局もう一周させられるんだったら感めちゃくちゃあるっすね、っていう感じで、40、
4までは行ってこれ SR ぶん投げて終わるみたいなイメージを描いていたので、完全にはぁ、やば悪すぎでしょ。はい、ということで皆さん、あの慰めの高評価コメントお願いいたします。マジでひどい、ほんまやばいこんなこと言うつもり、だからもう本当にね、一発目でね PSR のキリルを引けてればプラゴ1枚余ってて、もう50なんですよ。なんかこの無駄な出費がねとんでもない多い最近、ほんと。はぁ、はい、まあこれがパワープロですということでね、皆さんも私の動画を見て飯うまして、高評価だけつけていただいて、夜を楽しんでください。まあ僕も頑張ります。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。